Yeah. パンネロ？なんでお前がいるんだよ。それこっちのセリフだよ。どうせまた無茶するつもりでしょ。なんでもないって。本当？本当に無茶しないんだったら私がついて行っても大丈夫だよね。は？遠慮しなくていいよ。ミゲロさんはパーティーの支度で王宮に行ったから。私今日はもう仕事ないんだ。ほら行こうよ行こうよ。Thank you.
Thank you.
Yeah! Hey! Ha!
Thank you.
Thank you.
えいっ、それ。
い。それ。Thank you.
えい、うっ、くそ、やっ、それThank you.
やっそれ。二人で遠出したのって結構久しぶりだったよね。楽しかったよ。じゃあお店戻ってるね。本当はミゲロさんに留守番頼まれてたんだ。バン、お願いだから危ないことはやめてね。やだよ、怪我とかいなくなるとか。俺だって嫌だよ、うん、ならいいんだ。じゃあね。ごめんな。さて、王宮に忍び込む方法じゃがな、まず五番倉庫に行ってみ。あそこに扉が2つあるじゃろ。右の扉はお前がよくネズミ退治をやっとる場所に出るが、そっちではない。左の扉からガラムサイズ水路に降りるんじゃ。水路は王宮につながっとる。奥に王宮の通用口へと続く階段があるはずじゃ。そこから中へ入れるじゃろう。しかしただ王宮に入るだけでは宝なんぞ手に入らん。むしろ王宮へ着いてからの方が大変じゃ。王宮の宝物庫は秘密の扉によって隠されておるからの。そこで役に立つのがこのクレセントストーンじゃ。秘密の扉を開くのに必要な魔力が宿っておる。よいか、バン。紋章は太陽の力を欲し、秘められた道を与える。この言葉、忘れるでないぞ。王宮に入れたら、まず紋章を見つけるのじゃ。そこへ太陽の力を注げば、導きの光が差すじゃろう。じゃが忠告しておくぞ。もし捕まればナルビナの監獄に放り込まれて死ぬまで牢で過ごすことになるんじゃ。そうじゃな、とにかく今夜はやめておけ。忍び込むのは一晩じっくり考えて覚悟を決めてからにせえ。
3班から6班まで到達、待機しています。今のところ帝国には気づかれていません。残りの人間を急がせろ。日没までに配置を完了させるんだ。はっ。
はっ。Yeah! Ha!
Yeah!